この男は忘れた頃にやってくる。2ヶ月ぶりに参上、田口ジャパンプレゼンツ月刊シックスドナイン。ということで監督、はい、お久しぶりなんですけども、お久しぶりとね、でございます。書いてありますけども、リング内外での活躍が、はい、あ、私のおじいさん、はい、そうですね、はい、オールスターに出て、そうですね、オールスタージュニアフェスティバルに監督出られて、はい、はい、もう映画の方もね、はい、公開されたり、俳優業、そして、はい、そしてまあ変態として、変態業ね、変態業、変態業でいいですか。なんかその今年の前半の活躍をまとめた V があるということなんで、それは、はい、VTR 見るがよい。連休明けのモヤモヤはこれを見れば不思議と晴れやか。ダイジェストをどうぞ。お、親が来た、親が来た、会長だ、指4本張ったのに。危ないですよこれ、あ、打ってるか、打てたか、どっちかですね。完全にキョンシーですね。素晴らしい、誘拐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 、田口隆介のお尻を向いていきました。さらには何だ、何をしてるんでしょうかね。何をしてんだこれ、はい、モザイクかけた方がいいですよこれ。掘りつ、ね、はい、ちょっと危ないですね、はい、そうですね、場面もありましたけれども、はいはい、前置きはこれくらいにして、監督大事なこと忘れちゃってますよ。スポンサーがね、あ、そうでした。これ今自社提供というか募集しまして、自主工業、はい、どれぐらいが集まりましたかね。あれなんとゼロです。本当かどうか、そうですね、冗談っぽいですからね。メールアドレスとかね、はい、興味ある、本当に募集して企業様、はい、企業様、個人様でもいいんですかね、はい、誰でもはい、ありますけども、はいはい、ということでガチでスポンサー様大募集。まずはお問い合わせください。さてここからは新日本プロレスの今が69秒で丸分かり、新日本プロレスナウ。これはだいぶ、これ勢力図がね、はい、ラスト5ガイズ今かなり乗せてきてますんで、そうですね、勢いね、これはちょっといろいろな展開がまた ね、はい、See you next time。 あれなんだ、なんだなんとなんと鈴だ、サンダー、すごいスピアだ。そうですね、まあ、ロビー、ロビーがそうです ね、TMDK に加入ということで、はい、お揃いの T シャツを身につけて登場、ロビーイーグルス、クラックコナーズ、はい、存じ上げております。はい。ちょっとこっちですね。はい。ちょっとバレットへ。ナナナナナ。嬉しい。Oh God! Oh my God! I know. Oh. Welcome to my Bullet Club. We got our answer. まあワイルドヒップス。そうなんですよね。はい。ワイルドヒップスが。あんなにね、二人で。統合して、はい、もうちょっといろいろはっちゃけて、そうですね、お尻も出したり、はい、出したり、そうですね、やってるうちに結局精神的にちょっと参っちゃったんです。あれがやっぱり精神的に参ったのか、やっぱこんなことしてちゃダメだって気づいたのか。なるほど、はい、ある意味行くところまで行って、はい、逆に触れた分こう、ね、あの反動がすごかったみたいな。やっぱ一回こうやっぱアメリカ帰って落ち着いて、あ、そうか、まあ、映像とかも見たかもしれないですけど、そうですね、はい、見てみようか、はいはい、気づいたんでしょうか。今年もジュニアの季節がやってきた。記念すべき30回目となるジュニアの祭典、ベストオブザスーパージュニア30、
ガチで優勝予想。今年は初出場を含む20選手がエントリー。今回記念すべき30回目と。30回目で、はい、これは記念、そうですね、記念っぽさもありますけど、はい、30回目ですよ。30回目ですか。キャッチフレーズも決まっておりまして、はい、シェイクザソウル。シェイクザソウル、揺さぶれ魂。揺さぶれ魂、はい、これいいタイトルね。あ、あれいいですね。さ、我らが監督は2012年に優勝。今年は18年連続20回目の出場となる節目の年なんですが、今年のスーパージュニアですね、ケスは使わない、本当に真面目にやります。おお、最近は真面目に戦おうとするもリングに上がるとどうしてもケツが離れない様子。今年はどうなんですか。18年連続20回目ということで、レジェンドですね。これはダントツですよね、出場多分。はい、ダントツです ね、まあ、ちょっとね、出場連続記録、ね、20回出てる人はいないですよね。まあ、20回目というところでちょっと、はい、いつもの気合が、お、はい、いいですね。入ってるのは間違いないですね。はい、20回目にしてもしかしたらベストかもしれないですね。あら、マジベスト、ベストオブザスーパータグチ、タグチ、そうですね、うん、はい。まずは監督がエントリーした A ブロックから分析スタート。監督はまあこの A ブロックの方に、はい、なってますけど、まあ、ちょっとね、10選手いろんな選手いますけど、どうですか、監督に気になる選手、はい、注目選手。気になるのは、そうですね、全く分からないのがマイク選手ですね。マイク・ベイリー選手来ましたね、はいはい。まあ、このマイク・ベイリー選手はもともと DDT とかに上がっていて、まあ、ちょっと蹴りとかも使われる、はい、ジュニアジュニアですね、だ結構無差別級の戦いをしているかなり今売れっ子というか、の選手です、ね、私は上見てないだけですね。チェックしてたらもうほぼ毎回いい試合ですね。なんかこの前、そうですね、ワールドでちょっと昔のスーパージュニアを見たんですけど、自分の試合を2018年ですかね、はい、あのクッシーとの後楽園でメインやったやつを、はいはい、見たんですよ、はい、なんか、はい、真面目にやってたんですよ、僕は。面白い試合でした、なんか、はい、自分で見て面白かったですね。自分で見てもいいですよ、はい、ああ、頑張って、なんか頑張ってました感心しちゃって、はい、もしくは櫛田選手にとってはそのちょっとこの何ですか、この今のこう変態期間というか、はい、ちょっとそんなにもしかして知らないかもしれないので、そうですね、はい、この間ね、だいぶ増しましたからね、増し増しで増し増しのね、監督とちょっと相対したら、これちょっとこの再会も楽しみですね、これ非常にね。そうですね、はい。さあ、そしてまあヒロム選手はですね、去年3連覇ですね、まあ、これだけでももう前人未到なんですけど、はい、まあ確実に4連覇をね、はい、狙ってくるでしょうし、奇襲で3年連続ぐらいやってるんで、はいはい、だから、まあ、正面からぶつかった方がいいんですかね。あ、いいですね、これいよいよ見たいですよ。 お、はい、お待たせしすぎたかもしれませんけども、い、はい、これはそうですね、ちょっと今年の作戦を変えていかないといけないかな。今年のヒロム戦はじゃあ、ヒロム戦は、出るかもしれないですねいよいよ違うものは出さないもうね、もうそこはもうだいぶ見てる振り切ってね、あ、まあ、でも揺さぶれですか、揺さぶれスーパージュニア終わってしまうかもしれない、スーパージュニアだから、はい、俺のスーパージュニア揺さぶったことで、はい、こんな調子で話が進まないので、監督のお悩みを番組が勝手に解決。それが今回から始まる新企画、監督のお悩みを最新技術で一発解決、教えて AI チャット TGC。 あ、それはいいですね、はい、この AI にちょっとぶつけてみたと、はい、これ、あ、もうぶつけて、はいはい、もうすでに担当ディレクターが
調べましたと、あ、ありがとうございます、いうことなんですけども、はい、田口龍介選手が高橋宏夢選手に勝つためにはどんな試合をすればいいでしょうか。はい、これでちょっとお願いします。 AI に聞いてみたいと思います。はい、はい、私ですね、これを、はい、お願いします。お、いいですね、はい、1、タフな攻防を心がける。高橋宏夢選手はパワフルな攻撃力を持っていますが、はい、田口選手はしぶとく粘り強い戦い方ができます。そんなことも知ってるんですか。すごいな。田口選手は宏夢選手の攻撃に立ち向かい、自分の強みである打撃技や関節技を駆使して攻めることが大切ですと。鉄と関節ですね。そうそう、合ってますよ。成功です、ね、その他、距離をうまくコントロールして監督の持ち味であるテクニックを生かすなど、的確なアドバイス。さらに田口選手は宏夢選手の攻撃に対して冷静に対応し、相手の攻撃の間に自分の攻撃を仕掛けるタイミングを見極めることが重要ですと。なるほど、これいいんじゃない。いいんですけど、それができないから聞いたんですけど、ね、ではここで A ブロック1位通過予想、監督の答えは、1位通過は石森選手です。おなるほど、全く触れなかった。そうですね、石森選手おめでとうございます。これは確かにちょっと石森選手はちょっと、まあ、今影を潜めてるというのはありますけれども、ちょっとね、はい、あのファンタズマ選手に、ね、はい、追放しちゃったありますけれども、はい、ちょっと読めないという部分ではね、ですね、やっぱマークがきついかなという感じが、全員がやっぱりここはなんとか取りに行こうとすると、はい、さんだけはというね、はい、ずるい試合もできるし、はい、このこれは確かにこれは一致しますね。はい、わかりました。じゃあ、はい、監督の予想はっていう感じがします。ブロックは石森選手、はい、いうことですね、はい、続いては混迷極める B ブロック。まあそうなんですけど、やっぱりデスペラードですね。まあ宏夢選手と同じぐらいやっぱり今デスペラード選手、まあね、ジュニアを引っ張って、はいはい、選手ですね。そしてまだね、優勝経験がないという、ね、これが大きいでしょうね。 B はちょっと確かに読めないですね。はい、逆に言うと、まあ、デスペラード選手がやっぱりちょっとこう、そうですね、まあそうですね、多分ファン投票したら多分やっぱり一番いいですよね。そうですね、これはもう相当上に行くでしょうけど、はいはい、また集中するんでしょうね。確かに逆に言うと、みんなデスペラード選手を狙ってくると、それはデスペラード潰しはあるでしょうね。ダンモロ、あ、ダンモロ見つけちゃいましたね。はい、こちらはですね、ユナイテッドエンパイアに最近イギリスで、イギリスで、はい、オスプレイ選手がまあちょっとスカウトしたというか、まあ、相当実力者という話は聞いていますが、ちょっとまだ日本のファンにはね、馴染みがない方なので、はい、ちょっとわからないですよね、まだね。そうか、ロビーもね、ロビーもそうですね、やっぱりここは、はい、ちょっと前回の両国で敗れてしまっているので、ちょっとね、まだユニット変わった部分の勢いというのは、ちょっともしかしたら衰えてしまっている部分もあるかもしれないですし、はい、うん、まあ、難しいですね、しかしこれはね、これも。あ、でもそうですね、きついかもしれないですね、今年は当たりが。なるほど、はい、注目度も高いけど、高いですね、というその分、はい、マークも厳しいと。エル・デスペラードが厳しいマークを振り切れるか、それとも B ブロック1位通過は楊選手です。おお、はい、おめでとうございます。またちょっと話題にはね、全く話題に上がらない人を上げがちみたいなね、触れずにいきなり上げると、はい、決勝戦にもね、上がって上がとありますし、はい、宮城県出身対決ということで、お、お、
おめでとうございますあ、優勝決定戦、優勝決定戦、宮城の皆さん、はい、これはちょっと出身者でやりますんで、はい、あれ監督が、ね、もう一人宮城、はい、スペシャルサポーターサポーター、はい、スペシャルサポーター、なるほど。ということで今年の優勝決定戦のカード予想は石森泰治 VS 陽の宮城出身者対決に決定。では優勝予想の発表を。出ました。お、はい、お願いします。はい、ベストオブザスーパージュニアサティ、お、優勝は、お、おめでとうございます、お、陽選手です。おお、おめでとうございます。そうですね、いい役歌そうみたいななるほど、はい、あの、はい、それなんかソウルタイ、ソウル感じの、ソウル感じのマイクですね。そんな今までないっすよ、ね、言い方もだいぶ違いますよ、ね、揺りますよ、いい風が吹きますから揺れを吹くたら揺りますよ、それね、ああいいそういうところじゃないですか、いいじゃないですか、はい、これは。まあせっかくなんで監督が優勝する方法も AI に聞いちゃいましょう。田口隆介選手はベストオブザスーパージュニアでどうすれば優勝できますかと。ああ、まあ、これシンプルだね、はい、そうシンプル、はい、聞いてみたの、はい、ディレクターがちょっとあらかじめ聞いてみたところ、はい、ありがとうございます。この後 AI が大暴露、監督の知られざる姿が明らかに。チームとの連携、チームとの連携、はい、田口選手はケイオスというプロレスラーのグループに所属しています。グループの仲間たちとの連携を図り相手を圧倒する戦術を練ることも重要ですと。はあ、ケイオスのメンバーなんですか。これなんかケイオスっていうのがですね、はあ、そこが足りない、かなり出ている。そうなんです ね、 ね、どう調べても AI 界ではちょっとで、これちょっとね聞いてみたんですね、これがあまりにも多いので、田口選手はケイオス所属だったのですか、はい、と聞いたところ、はい、田口選手はケイオスに所属していました。田口選手は2018年にケイオスに加入し2021年に退団するまで約3年間所属していました。退団、あ、ケイオスを辞めるまで退団したんですか。退団する、ね、退団したことになって、もうなるほど。あの、私の知り合いがですね、はい、あの田口隆介についてあのこの AI ちょっと調べてくれたんですよ。で、そうですね、あれなんか送られてきたのと一致、なんか一致しますね。あれ2018年に、はい、薬物違反のため活動自粛処分を受けました。あるんですよ。だから2000ケイオスにいる時にあら、なんか薬物に手出したみたいですね。で処分受けて多分退団するんですよ。退団してるんですね。 AI 界で、 AI 界では多分、はい。でその後ですね、その後、田口選手は反省の意を示し、薬物乱用防止活動などを行っています。ディテール細かいな。プロレス界ではバリバリ現役、我らが監督も出場するベストオブザスーパージュニア30、チケット絶賛発売中。会場に来られない方は新日本プロレスワールドでも全公式戦を生配信。それでは See you next time!